皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日はですね、ピルをかっこよく聞かすコツというような動画を配信させていただきたいなと思います。まあ生徒さんとかでもね、よく質問をいただくんですよ。かっこいいピルを教えてください、まあ、かっこいいフィルを叩けるようになりたいっていうね、質問っていうのはよくいただくんですが、まあ、ある工夫をすると、まあ、同じ音符のフィルでも、まあ、かっこよくね、いい感じに聞かせられるようになるんじゃないかと思うので、今日はその工夫というかコツをご紹介させていただきます。で、どういうことをやるかというと、ふわりを変えるということなんですよ。まあ、同じ音符を使ってもその割り方を変えると、全然違うようなフィルに聞こえたりするんですね。まあ、こういう音符があるとします。16ボンプと8ボンプのフレーズで、まあ、タカタカタンタカタカタンタカタカなんですけど、これをふわりを変えるとこういうことなんですね。ゴールデンボンバーのめめしくてめめしくてめめしくてってあるじゃないですか。あのフレーズは、めめしくてって5文字なんで5発じゃないですか。こうタカタカタンタカタカタン、このめめしくてめめしくてめめしくてのインタロなんですけど、というイントロで始まるんですが、実はね、このめめしくてはタカタカタンタカタカタンの5連なんですけど、実は、音符的にはタカタカタンタカタカタンタカタカなんですよね。めめしくてめめしくてめめしくなんですよ、割り方的にはね。タカタカをそのふわりを変えてタカタカタタカタカタタカタカタンにしてるわけですね。このタカタカタンタカタカタンタカタカの音符を使ってまた全然違うね、こうフィルに生まれ変わるっていう感じですよね。リズムの面白いとこだと思います。で、まあこういうような、ふわりを変えたようなフレーズを、まあ、ちょっといくつかご紹介させていただきます。これもね、よく耳にするかなと思うんですけど、タンタカ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 、こうタンタカ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 なんですけど、これ普通に一拍ずつタグ回しをするとタンタカ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 なんですけど、こうタンタカをずっとつなげると、3発連続になるんですよ。そう、タンタカ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 タンですよね。そう、トンカツ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 トンになっていくんですよ。トンカツがずっと繰り返すとカツトンになっていくように、タンタカタンタカもこの3発連続で、後ろの2発と頭でタンタカタンタカタンタカってこう3発連続になるんですけど、ここをうまく利用するっていうようなフィルですね。やし、まあ、一番最初のタンタカトンカツトンカツのトンをシンバルから入ってこう、
全然ありだと思うんですよ。場面によっては全然使うと思うんですけど、なんかちょっとふわりを変えると全然違うおかずに聞こえますよね。というような感じです。タム回しはよくねやると思うんですけど、これもまああのよくこう練習フレーズとしてはまあ4つずつねこう回すみたいな、こうもちろん全然僕も全然使いますし全然使うんですけど、まあこの割り方をちょっと変えてみるというね、まあこのタムに移動するふわりをちょっと変えてみるで、まあよく耳にするのは今4444で回したんですけど、6-6-4っていう感じでタガ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 、この6を、ちょっとまた場所を変えるみたいな、そうちょっと場所を変えるとまたこれも違った雰囲気になる。同じこうタカ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 の、まあ、この割合というかそれをちょっと変えてみると、まあ、同じタム回しでも結構たくさんの組み合わせができてくると思うん で、まあ、よくこの6-6-4の組み合わせは、まあ、割とこう使い勝手がいいというかやりやすいかなと思うので、まあ、ぜひちょっと試してみてください。これちょっとねトリッキーなんですけど、こんな音符です、ね、音符的にはタタン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 タカタカタッタタッタタウタタンタカタカなんですけど、これは音的には2発ずつ取ってるような感じなんですよ。タタッ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 タカタカ、この2発区切りをうまく利用したフィルっていうのがよくねこのトリッキーなちょっとね何でしょう、バウンスな曲とかで、使われるかなと思います。なんか例えばこういうような感じ、こうウタタンタカタンなんですけど、これがその場所を変えて、みたいな感じでちょっとねこうええ感じになりますよね。早い曲でもなんかこのフレーズはよく耳にするかなと思います。例えばこういうこう、タンタタンタカタカタタン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 タカタカなんだけど、このこれをこう2個ずつ、アクセントをつけて、なんかちょっとこう鬼気迫る感じのねこうフレーズになりますよね。こうまあ、今日ちょっと4つ紹介させてもらったんですけど、まず1つがタカタカタンタカタカタンタカタカですよね。こうこれをタカタカタタカタカタタカタカ、みたいな感じで置いてみる。そして2つ目
目がタンタカ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 、これはまあ例えば普通にタン回しタンタカトントクトントクトントクもありやけど、このタンタカタンタカタンの3つをうまく利用してこう、タム回しですよね。こうタカ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 。このタム回しもありやけど、このふわりを、まあ、664に変えてみたりとか。最後あのタタン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 タカタカこう。トリッキーなフィルも、まあ、2つずつちょっと取って、みたいな感じでやってもいいし、まあ、これ1小節のフィルなんですけど、タタン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 タカタンタンなんですけど、これを2拍だけのこのタタンタタンタタン、これをまあ2つずつ。スピードを上げて鬼気迫る感じを出してもありやし、みたいな感じでこう同じ音符を使ってもこう割るところを変えたりとかね、叩く場所を変えると全然違ったフィルに変わってきたりとかもするので、だから一つのこうフレーズを掴んだら、まあ、いろんなところでねいろんな割り方を試してみたりとか、いろんな場所で叩いてみたりとかして、まあ、一つのものを、まあ、こう枝分かれさせていくというか、そんな感じでやってみても面白いんじゃないかなと思うんで、ぜひね参考にしてみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。